受験票と写真票を表にして机の上に置いてください。自分の受験票の試験場行動と同じか確かめてください。問題冊子と問題訂正紙、第一回答科目の回答用紙、写真用シールの4点を配ります。問題冊子は指示がある前でビニールから取り出してはいけません。また回答始めの指示がある前で丸まで問題訂正紙の中を見ないでください。これらを配布している間に受験番号表の受験者申読を読んでください。